チーズ用、グレーターグレーター、または、シュレッターは、食材を細かくおろすための調理器具である。フランソワ・ブリエが1540年代に発明した。おろし金部分の大きさが異なる、様々なグレーターがあり、多様な食材に対応できる。一般的には、チーズや、柑橘類のピールをおろすのに用いられるが、その他の柔らかい食材にも使える。チーズトーストや、 ウェルシュレアビット、またマカロニアンドチーズやカリフラワーチーズ等チーズソースを用いる料理の調理には欠かせない器具である。スラブ料理ではポテトパンケーキやポテトバブカのためにジャガイモを下ろすのに用いられる。熱帯の国々ではココナッツの果肉を下ろすのに用いられる。インドアタジクでは人気のデザートであるガジャルカハルバの調理に用いられる。グレーターでは 中央部よりも端部が薄い断片が作られる。これにより、食材は、フードプロセッサー等で均一に切断した場合と比べ、溶けやすくなったり、食感が変わる。ジャマイカでは、ココナッツグレーターを伝統的な楽器として用い、太鼓やファイフと共に、クミナやジョンカヌー、また時には、メントの演奏に用いられる。チーズグレーターは、1540年代に、フランソワブーリエが、 硬くなったチーズを用いたいというアイデアからフランスで発明した。ありがとうございます。